大阪に本社を置き、奈良、京都、三重、名古屋と、様々な都市を結ぶ関西大手私鉄の一角、近畿日本鉄道、近鉄。そんな近鉄だが、先ほどなんと、近鉄橿原線に新駅を設置する計画が進んでいることが明らかとなったぜ。設置場所は近鉄橿原線の、八木西口からうねり御用前の間で、奈良県立医科大学附属病院南部に駅を設置する予定となっているのぜ。この新駅設置のために先日22日、奈良県と橿原市はこの新駅設置を議論するまちづくり協議会を行ったぜ。また、この新駅設置計画は2022年より進んでいるらしく、奈良県、橿原市、近鉄、奈良県立医科大学の4社で連携協定を締結しているぜ。新駅設置の時期としては、2030年度を目指しているそうで、また予想や可能性の話ではあるけど、その新駅から、移転予定の奈良県立医科大学の新キャンパスに向けて、奈良交通のバス路線の新設定がされる可能性もあるのぜ。この新駅設置によって、橿原市としては市の活性化を行えて、大学としては京都、大阪、奈良、阪神を通って神戸など、様々な地域からの通学をより便利にすることができるのぜ。現在はまだ駅名は決まっていないものの、駅名による宣伝効果も考え、県立医科大前のような名前になるのではないかと思われるぜ。2030年の開業に向けて動き出した橿原線新線計画、この計画がどこまで進むか、そして開業後にはどんな影響があるのか、今後の動向に注目だぜ。